週刊ガチャ一気に7人引いてガチ対決。いや助かりました。嬉しいよ。やっぱさ、ガチャが多く引けるっていうのはもうそれだけでさ、ありがとうございます。頑張らせていただきました。まさか、え、言ってくれたコナミさんに。コナミです。コナミ健三と申します。今回一気にチャンピオンズリーグと、まあ、週刊のリーグの、週刊ガチャが来たと、まあ、無料分出て、ワールドワイド、4人と CL そう、ね、3人引いていきたいと思います。まずは選手見ていきます。そうね、こっちからいきますか。普通のトレンドの方からメンバーがこんな感じになっております。ブースターがまず3名がブラホビッチ、ゴールキーパーのブースターが初めて来ました。キャラハー、ミラミノーブースターで来てます。南野が強いってか爆速南野で、あと普通のブースターなしの選手で気になるところで言うと、まあ、ラファシウバでディバラ、モドリッチあたりが結構当たりになってくるんじゃないかなと、まあ、まずはブースターなしの選手の方から。ラファシウバ身長172の30歳で、プレースタイルがラインブレーカーになってるっていうところが大きな変更じゃないかなと。能力こんな感じなんだけど、ちょっとラファシウバに関しては思ったほどなんだよな。でスキルはこんな感じで、いやスキルはめちゃくちゃいい。続いて、まあ、気になるところで言うとディバラ、センターフォワード登録で利き足左177センチ、センターフォワードか。プレースタイルはリンクフォワード、まあ、オフェセンボルコンチーム入れたら90乗って、まあ、ドリブル能力も結構高い、決定力も90まで乗ります。でフリーキックも借りつつ、まあ、スピードがあんまないけどキック力とボディコントロールは両方90乗せれるということで、まあ浮力あるね。でスキルはこんな感じで、スキルはもうほぼ完璧で。そしてモドリッチ、あの画像にもあったけどスーパーサブがついてるということで、ね、172センチ38歳のプレースタイルがボックス2ボックスで、ボールコントロールがやばい、ちょっともったいない振られ方してるもんね、うん、これに関しては振り直したい。ちょっと本当に振り直したい。まあ足元数値めちゃくちゃ高くて、まあ、スピードがな、どうしようモドリッチやな。であとブースターが、まあ、ゴールキーパーのブースターが初めて来てて、まあ、能力こんな感じです。結構強いんじゃないかな、うん、スキルこんな感じでございます。高弾道高弾道両方持ってる、両方あるんだね。で続いてブラホビッチ先見るか。身長190センチ23歳のプレースタイルボックスストライカー、能力はこんな感じです。決定力高い、ね、うん、決定力高くてスピードあってキック力あって、ブラホビッチのやっぱ特徴的なのはフィジカルがあるってことだよね。でブースターシュートプラス3でスキルはこんな感じで、まあトレンド、普通のトレンドの方はこのようなメンツになっております、うん、まあもしかしたら隠れあたりとかもあるかもしれないですけど、まあそれはガチャで引いたらちょっとチェックしてみれば。南野、あ南野見てねえじゃん。残しといたと思ったらよかったよ。いや残しといたと思ったらよかったよ。身長174センチ28歳の利き足右でプレースタイルが2列目からの飛び出しで、ポジション適性がかなり広い、ドリブル系もある程度あってパスもできて決定力もまあまああると。ただ今回の南野に関してはやっぱスピードだよね。であとはボディコントロールが88あってスタミナなんとか81までは乗ってます。で逆足ヒント高くて精度最高っていうところは非常に素晴らしい。でブースターはアジリティプラス3、スピシウムボディコンスタミナのパラメーター3上昇ということで、スキルいいなやっぱ、うん、いつ来ても南野スキルいいんだよな。こんな感じの通常トレンドでございます。でいつもはここで終わりなんですけども、今回はもう1個チャンピオンズリーグから来ておりまして、デブライネやばいね。復帰してからの活躍がすごすぎる。だから毎回出ちゃうよね、こんだけ活躍してたら、うん、もう普通のトレンドと同じようにこっちもブースター3名と、うん、だから今回合計ブースター6人来てるということで、ね、まあ、上の選手かな、この上段の選手が良さそうなんでちょっと見ていきたいと思いますけど、まあ、マルキーニョスがプレスタイルビルドアップで能力が、まあ、ディフェンス値やっぱ結構高いな。スピードはそこまで伸びきらなかったけどジャンプが93あります。でスキルもまあ完璧じゃないかな、ほぼほぼ。そしてオシメン、プレスタイルラインブレーカーで来ておりまして、スピードあってフィジカル高いね。おしめはやっぱここがいいね、この数値が。キック力が77っていうのはちょっと意外だけど、スキルはこんな感じでございます。エアバトルとチェイシングアンドなんか特徴的だよね、おしめの。でペドリが来たと。さあ身長174、21歳でプレースタイルがチャンスメーカーで、ポジションはこんな感じでございます。いやーまあまあドリブル数値とか高いんだけどね、パスも決定力もまあまああるけど、だからペドリに関してはもうあの指名契約とかのペドリ、このペドリでしょ。そうだそれだ、このペドリクソ強いんだよ。そのペドリやばいね、勝てないわさすがにそれに。いや今回ちょっとペドリ思ったよりも上がってないな。であとはブースターが3名、はいはいはい、ということで、まずはルイス・アルベルト183センチの31歳で、東右手プレスタイルがボックス2ボックス、これすごいね。足元数値が高すぎる。ボールコントロールにブースターついてるから101までは、まあ、上がるようになってるもんね。で決定力もまあまああって、いやちょっと使ってみたいんだけど、これいいよね。まあスピードはねないけど、ボディコン81、スタミナも80あります。スキルダブルタッチついてんだよね。でミドルあってワンタッチパス、スルーパス、アウトスピンキックもあると、うん、そして続いてブライム・ディアス171センチ24歳、ここね注目だな。プレスタイル2列目からの飛び出しということで、こんな感じです。いやオフェンスも80乗るし、ドリブル数値もチーム入れちゃうも90乗るしな、うん、だ全部90超え、パスも90近くあって、決定力も80まで乗ります。スピード瞬発もまあまあで、キック力もまあまあぼちぼち、ボディコンに関しては91あって、しかもフィジカル70キロあるんだよね。チーム入れたら80超えもめちゃくちゃ強い気するんだけど。でスキルはこんな感じでございます。いやスキルまでもいいんだよな。いやブライムディアスマジで大当たりだと思う。で最後デブライネ、欲しいねー。
身長181cm、32歳、利き足右で、プレースタイルが2列目からの飛び出しで、やばいな。でもまだオフェンス86、ボルコン93、ドリブル80、ゴールキープ88、グランドパス92、フライパス89、決定力85、まあ、スピードはあまりないですけども、キック力がもう92あります。さあということで、まさかのガチャの選手紹介だけで26分経ってしまいましたけども、いやーそんだけなるよやっぱなるね。トレンドからいく？トレンド、ワールドワイド。まずは無料分から、まあ、結局これ対戦するからポジションだ、ぶっちゃキーパー2人来たら終わるっていう、まあ、ちょっと使いづらくはなる。ブラホビッチ、え、ブースターじゃん。おお、いいじゃんいいじゃんいいね。ブースターは本当取れれば取れるほどいいからね。うん、ブースターがあることによって本当コンディションがさらに意味がちょっと楽しくなるよね。増したというかさ、だってだいぶ能力下がるからな、やっぱ、うん、ブースターあるのとないのとで。あ、ハフィーニャ、ハフィーニャまだ能力見てない。見てないね。ウィングです。まあ、あんまなんか、うんうん、ハフィーニャってかなんかあんま変わんないか、お前のやつとかと。スキルは良さそうだね。これはもうだってこれ特殊はついてもね。特殊ついてるわ。もう完全に3トップ確定だなこれ。確かに。タラハは普通になんか欲しいわ。俺も欲しいんだけど。ゴールキーパーのトレンドブースターということで。あ、モドリッチだ。うわ、いいとこ来てるね。いいよいいよいいよ、まあ、モドリッチ多くなっていたな。さあラスト、キャラハー、南野。あ、そうだ、南野、南野が来たんじゃない。え、お、素晴らしい引き。うわ、ブースター2人にモドリッチで、ハフィーニャ、え、結構良くない。いや、めっちゃいいでしょ。いや、これ羨ましい引きされてる気がするんだけど。で、こっちは3人でしょ、うん、プライムディアス、ルイス・アルベルトとかも、え、だから普通にここは俺ブースター3人欲しいわ。サタイクル、しかもルニもすげえよね。クルトワがね、怪我で出てないから、ね、うん、控えで出てる。お、え、プライムディアスだ。やばいわ。うわー、その引きはやばい。これはやばいぞ。俺もそれ普通にガチスカに入る。え、結構えぐい能力じゃん。うわ、羨ましいわその引きは。いや、デブラインは普通に欲しいんだけど。プレミア来い。あ、マルキーニョス。おー。正直 CL ガチャのあのディフェンダーってあんまいないんですよ。 CL スカッを作るにはめちゃくちゃいい。だオタビオも全然あり。だって俺多分センターバックなんて持ってないの。全員悪くないんだけど。マジでね。マジで。お、いやー、これは。え、オタさん。え、完成したんじゃない？CL スカット。CL スカット俺完成したんだけど。え、マジ？え、それじゃ俺普通にやりたい企画あるわ、マジで。めちゃくちゃいい引きしてる。え、ってことはこれ俺もいい引きするってことじゃん。俺もこっちから行きましょう。はい、1番はあのゴールキーパー。お話来てくれ。行きます。キャラハー来い。だからプレミア。え、マジであれ引いておきたい。てか、どこだっけ、リバプールだっけ、怪我人がやばいとこ。怪我人やばいね。怪我人やばいよな。え、だからさ、アリソン怪我したってこと？なんか怪我してんね。ってことだよね。怪我してる。え、ディバラ来た。ディバラだ。いやー、これ嬉しいわ。あれ、ディバラもさっき能力見たよね。すごいよな。てか、ディバラに関してはさ、前に強いトレンド1回来てんだよね。うん。まあ、それと比べたらどうかなっていうとこはあるけど、まあ、普通に当たりの方なんじゃないかな、うん、ディバラ。残り3回。まさかこんなにゴールキーパーが一番欲しいと思うことあるんだと。なんかさ、俺ら最近ゴールキーパー来なくなったよね。最近来なくなった。トレンドやったら来る？あ、ハフィーニャ。かぶったね。今回かぶった選手はハフィーニャ。しかも早かったな、かぶるの。残り2回。まあ、残り2回となったら欲しいのはキャラハーと、南野かな。なんかモドリッチとか来そうじゃない。かぶりを考慮するんだったら、うん、そっちがありそう。あ、でもまあ南野もあるか。てか最近マジでキーパー引けないな。今日だけはキーパーでいいよ。言ってたモドリッチ。いや、マジで来たわ。おお、まあだけど嬉しいけどな、普通に。いや、全然いいと思う。え、マジで最後キャラハー来てくれ。みんななんでキャラハー欲しいのって感じかもしれないけど、いや、俺今一番キャラハーが欲しい。だって初めてだぜ。ほんとそうなんだよ。来い、プレミア。おお、しかし、おい、あれ俺のチキンウィングヤマじゃねえかよ。やっぱ来たか、チキンウィングバッシー。わー、185とか、ま、ちょっと嬉しいけどね。え、なんかバッシー確か面白い能力はしてない。あ、ほんとに？身長185センチ、利き足左、ビルドアップでセンターバックと左サイドバック、はい、で能力が、おー、まあまあ、これじゃこれ、こっか、ここなんだよ。スピード速いの、スピード瞬発もあって、てかフィジカルやばい、ね、フィジカルも高い、逆足最高。バッシー結構当たりだね。逃走心持ってる、強いな。ただ、あのゴールキーパー引けなかったのがちょっとマジで悲しいわ。
かに。あれ本当に聞きたかった。さあ続いて、いや、まあ、俺はねやっぱこっちが本番と思ってる。絶対3人のうち1人が被るな。え、その中で被るんだったら絶対プライムディアス被ってほしい。オタビオです。オタビオいきます。ただ今回はもうダントツでこっちはブースター選手が強いから。いや、そうだね。まあ、欲しいのはもうデブライネ、ディアス、アルベルト、はい、いきましょう。だからリーがプレミア、セリア、だそれ以外の選手が来ちゃうとちょっとショックかなっていうのはあるけど。だいぶね。一番はプライムディアス、リーガ。おお、マジでめちゃくちゃ嬉しいわ。ここが被ったってことはこの後はマルキーニョスとオタビアは逆に来ない。来ません。ルーニン来ます。いやだけどちょっと欲しいわルーニン。今そうするとリーガか。今リーガ引いたばっかだからな。ただ今言ってたことが現実になったからマジであるかも。しかも被ってないからね俺とは。やばい、かぶった。こんなにかぶるか、マジで。オタビオか。オタさん来た。まあ、だけどこれでフォーバックは、まあ、組めるかな。こうなったらもう、ルニン。ルニンだな。まさか、こっちでも一番欲しいのゴールキーパーになるとは思わなかったよ。まあ、だから、ルニンになってもめちゃくちゃ、まあ、後悔はないよってこと。あ、後悔ない。リーガでも、プレミアでも、セリアでも、とりあえずはいい。うん、それ以外来たらもう終わり。おしめーん。やっぱ来たか。やっぱおしめーんなんだ俺は。マジおしめーんくんだよな。だって自分からさ自らショータイムを消したのにさもう2人来てるからね。あ、じゃあ3人来てるわ。呪われてんじゃねえのお前。いくら切っても帰ってくるみたいな。さあということでスカッといきますか。組みましょうか。はい、ということでスカッと組み終わりましたので、はい、紹介していきたいと思います。フォーメーション4-2-1-3ロングカウンター、ゴールキーパーチェフ、フォーバック左からロベルト、カルロス、オタビオ、マルキーニョス、ビザカ、ダブルボランチ、ビエラとモドリッチ、トップ下ブライム・ディアス、スリートップ左ミドミーノ、右ハフィーニャ、センターフォワードブラホビッチ、100いくんだね。ベンチメンバーカーン、ジュエド・シューバー、デコ、チャルハノール、ピルド、ネッサ、マルディン、アルフォー、ルドッペ、ロバートソン、カンテ、キミ。交代できる選手が、いや、そうなんだよ、ね。まあ、4人しかいないということで、まあ、重力にあのベンチを置いてきました。ということになるよね。はい、私のスカットこちらでやらせていただきたいと思います。フォーメーション4-1-2-3チームスタイル、ショートカウンターでチームパワー3071ということで、ゴールキーパーシュンマイケル、フォーバック左からめっちゃすげえな、完全にチキンウィング、チキンウィング、カルビンバシー、 A さんと被りました。オタビオ、あらウホーホホー、あらウホーホホー、右サイドバックジュゼッペベルコーミー、ミッドフィルダーが3枚、ボランチの位置に今回ラ・イカールと、でトップ下2枚が左スパサン・モドリッチで、右にディバラ、スリートップ左来ましたブライム・ディアス、右ハフィニャ、センターフォワードに、いやそうだそう、ミクサロおしめーん、でいかしていただきたいと思います。いやマジでシェフチェンコをどうにかして入れられないかってフォーメーション考えたんだけど無理でした。さあ調子は、あ、おしめん絶好調、南の絶好調です。おおさあなんだよ、あの呼吸の頻度でおならしてますってやばいから、でしかもおなら NG ワードだったんだよ、書き換えて変に、あマジで変にしたんだけど変は NG ワードでさ、いきますか、いきましょう、ベルディのピックアップスタートです。さあバッシー、多分今走り方のチキンウィングだから、あスピードあるから、てかバッシーマジでライブアップデート A だったら本当にガチスカちょっとギリ入ってもおかしくないぐらいの能力してたわ、うん、あ普通にありそうだけど、普通にちょっと強かったよ、おもろそう、えいるいるいるって、あぶねえ、まあオフサイドプレゼン、やっぱ俺オシメンと共に生きてく運命なのかな、これブチコじゃなかったのかよ本当に来るんだよねおしめん、え本当に呪われてんのかな、マジで呪われてると思う俺、もしかしたら俺の X とかそろそろおしめんにフォローされる日来るかもしんねえ、それはないねもしかしたら俺の X とかそろそろおしめんにフォローされる日来るかもしんねえ、それはないねそれはない、そこはきっぱりやばいよし、リードー、ありがとうございます、あ、まあ、ここだと分かんないけど、うわー詰めてるねー、あれはさすがにシュマイケルでも無理だわ、あの近距離は若干、でも蹴る位置怖かったな今シュマイケル起き上がる可能性あるからな、まあ一応反応はすんだよね、うん、
ディバラはかなりいいと思うんだよな。オタビはちょっと怖いよね。オタビは怖い。早っ、ちょっと瞬発あるな。ちょっとなるべくブライネビアスの方から攻撃したいな。まだいい。あ、いや、あ、今やったかこれ。あれ、モナオが、モナオが来てるぞ。モナオ、モナオ、うわやばい。モナオやっぱあれだ、ボディコン強いんじゃないっけか。モナオと90ぐらいあんじゃないっけ。ハンド、ハンド怪しかったな今。やばい、いい、はいや、はい、プライムディアスマジで強いかもしんない。ねえ、ほんと普通にガチスカ多分入ってるよこれ。ちょっと、え、嘘、え、今アラルフォンめちゃくちゃ前でしたぞ。いや、こういう時にさ、もう一枚がライカルトとかマルティーニだったらバランス取って下にいるんだよ。ようさめる。もう一枚がオタビオですからあ、もうここで、いや、ここライカルト行かないじゃん。それライカルトで、これオタビオか。オタビオ追いつかず、オタビオがカバーしたまであるよ。オタビオが助けようとした。そう、アラホがやった、しっかり。お、ディバラ、あー惜しい。安定感あります、マルキーニョス。いや、マルキーニョスは右サイドに置こうかね、すんげえ悩んだんだけどね。うん、もうやっぱ安定感やっぱあるからね。ちょっと待った、やばい、ブラホビッチいいじゃん。もう3点。ちょっと守備が崩壊してる。いや、これ削除企画だったらとんでもないことになってるよ。本当だよ、立て続けに失点。ない。しかもなんかディフェンダーがやっぱり上がりすぎててのパターンだなこれ。上がってんだよなちょっと待って、1回ちょっと1回守備的にしてみよう。ちょっと2は下げすぎだと思うから。1目いや、おしゃれ。いや、おしゃれだ、パス出すな。で、なんか南野もうまいんだよな、スキルがいいからワンタッチパスとかずれねえんだよな南野。で、プライムディアスやばいわ。早いよね、マジでやばい、めちゃくちゃ早いわ。早いね。いや、プライムディアスいいね、マジで早い。お、モドリッチ来た。あー弱い。いや、オタビオ、あ、裏開けるぜ。いや、そうなんだよちょっとね、この2枚やばいね、やばいねちょっとね、今回、まあ、ディフェンス陣は豊富だからな。お、マジか。迷うなこれ。いや、交代もな、いや、打ててねえんだよな。ちょっとウホ、いやー、だからディフェンスセンスもうちょっとあるやつ。これちょっとディフェンス能力値の総合値にかけて、これマルディに行くか。オタビオとの2バックコンビ見せてくる。これまさかのオタビオも俺じゃなくてそっち変えられるんだって思ってると思うよオタビオに試合後になんで俺を変えなかったんですかって逆に言われそうだわ確かに。アラオホ先輩が変えられることになってるからねバシー、いいパス出すじゃんか。左足でしょ、しかも左足、やっぱ逆足がいいの出たね今。バシー左利きです、バシーは。あ、そうだじゃあ左利きだからさ、やっぱいいパス出るんだな。うわ、いよだいぶやられてしまってるぞ。南野2ゴールか。いや、これ削除だったらこれとんでもないことになるぞ本当に。いや、助かったよマジ本当に。ね、とんでもないことになるぞ本当に。いや、助かったよマジ本当に。ね、うお、ギリギリ。あー、惜しい。
あ、お食べよう。さあ、ベルゴミ。あ、ラインカット。耐えきれず。さあ、2枚。ナイス、マルディーニ。さあ、サイド空いてるぞ。あ、そっちか。落ちめん、うわ、あぶねえ。さあさあ、オタビオ引き上げるか。グラフビーチ、もう攻撃陣は変えらんねえからな。うん、いや、早いねブライムディアス。おお、ね、頼みます。いや、ダメなのか。ん？来てたけど。お、なんだ。こいつ。ああ。ん？いや、来た。素晴らしい。ね、おい、待ってくれよ。止めらんねえぞ。ライジング感はないけど。いや、普通の試合で5失点とか結構久しぶりにしたかもしれないな。うん、しかもまあ結構時間あるしな。スペースもいけんのか。あ、でも南の、まあ、絶好調っていうのもあるかもね。あ、それもあるかもしれないね。うん、いいよ南いいの。うわ、マジかオンゴールだし。いや、南の決めてたらな、今。くそ、何もできないぞ。どうした。あ、やはり早い。これ言うの怖いんだよね。お、いいぞ。やばい、やっとか。あー、無理か。いや、今日マジで守備が崩壊してる。いや、うわ、なんとか。いや、飛んで。いや、ちょっと待って、マジでやばいぞ全然取れないマジか、南のライカールド。いや、あ、ミスだ。ブライム・ディアスはもちろん強いんだけど、ちょっと南野がやばい。南野すごいな、マジですごいわ。あの、おい、ドリブル的にバッチを使ってるみたいな感覚なんだけど。そう、せめて1点取れやちょっとせめてさ。オッケーオッケー。しかもあそこベルゴミだもんな、いるところが。位置が、じゃあ、あの南野とさ、あー、そこね、対峙してる部分が。おお、これはもう完敗でしょ。いや、南野強え、マジで。アラオコに代わってマルディに入ったけど、いや、何にも変えられなかったわ。いや、どういうことで。じゃあ6人ということで、いや、本当に1人しか残らないということで、もう逆に1回だけでいいですよ、ルーレット引くのは。マジで今回が30じゃなくて勝ったよ危ねえ、本当に。